味噌汁笑顔。今11時43分です。今から大文字山にアタックしたいと思います。娘ちゃんは8ヶ月です。おやすみなさい。寝ています。初めての登山です。ただいま登山道の入り口に到着しました。兄ちゃん、娘ちゃんは起きてしまいました。では今日もよろしくお願いいたします。お邪魔します。安全第一で思います。気合入ってます。ちょっと登ってきました。しんどい。よいしょ。余裕ですか。イエイ。ナンバー、頑張れパワー送ってくれてる。頑張ります。笑顔。どこ連れて来られたんやな。今大文字山の道の真ん中に来てます。もうちょっとで折り返し地点に着くと思いますが、序盤の序盤で。ちょっと気持ちはもう通り返し止めというところで頑張りたいと思います。思いがいっぱいしてます。もうすぐです。まだ。頑張れ。いける。ユーゼルワンさんじゃ、はい、頑張れる。分かりません。30分ぐらいか。これ登ったら、はい、ひろこです。頑張るぞ。お腹が空いた。取れたみたいな。そうやね。ここから階段が続きます。さあ登ってきました。もうすぐひろこです。ね、揺れますね。揺れがしますね。さあ、3、2、1、じゃん。さて、京都が見えます。京都が一望します。はあ、疲れましたね。さて、もう登らなくていいでしょうか。吹いてて少し寒いです。登ってきた人は気持ちいいです。どうですか。1ですね。1です。
と日どこから約何分2、30分歩きまして頂上に来ました。こんにちは、こんにちは。はい、18分です。頑張りました。おじいさんとおばあさんがいっぱいです。大文字山なっちゃん。今見たら細いすげえな。細いな。おはよう。おはよう。来た来た。どこでしたか。すごい素朴やな、服の色味とか。そうやな。今から下りに入ります。こっちの色ですが、岸の上りよりも下りの方が危ないと思っているので、足元に注意しながら、そして楽しみながら、休憩しもって帰りたいと思います。